皆さんこんにちは、シングルファーザーの M 都市です。今日はですね、1万人登録者達成した理由をライブで伝えたとは思うんですけども、バズった動画、ショート動画に、バズ、トスリーで出てくるバズ、バズってそのバズではね、なんかバズブーブーって言ったよ、跳ねてきた、見て、はいはい、まあバズるっていうのは、まあいろんな方に見られてすごく、ね、発信してる人間としては嬉しいことなんですけど、まあそれと同時に、まあいろんな方の意見っていうのはたくさんいただいて、それはまあ僕にとっても嬉しいコメントと同時に、それとは反対のコメントがたくさん来てます。まあ一通り全部見るようにはしてて、まあ、僕としては批判的なコメントだったりとか、僕のことを否定してきたりとか、いろんなコメントあるんですけども、全然あのへこむとかそういうのは、怒りとかそういう気持ちはなくて、多分その方の正義、答えっていうのがあって、多分それも一つの答えだと僕は思っているんで、コメントしてくれるだけでありがたいですし、何事も賛否両論ってあると思うんで、僕の答えとその見てる側の答え、正解視点っていうのはやっぱり違うものだから、まあ、そこの食い違いっていうのは必ずあると思う。どういう発信をしてっても絶対に批判っていうのはそれは消えないんで、僕は全然構わないけど、やっぱり応援してくれる方にとってはそのコメントってやっぱり苦しいっていうか、あれ応援してるのに私のおかしいんかなみたいな、自分おかしいんかなっていうのは多分感じてしまう部分ってあるのかなって思ってて、なので動画でお伝えしようと思いました。で、自分の考えとしては、まあ、SNS ネットなんで、もう自由に発信すると同時に、まあ、自由にコメントで言われるっていうのがこのネット社会だと思うんですけども、まあ、知らない人に対して、まあ、僕も誰に向かって発信してるのかっていうと、やっぱり自分自身同じような立場の人、シングルマザーの方、シングルファザーの方、あるいは子育てで悩んでる方とか、30代後半になっていろんな方、あるいは全然若い方とか年上の方とか、それでも悩みって必ず誰か一つはあって、でもこうやって頑張ってる姿、あるいは発信していくことによって、なんか自分も頑張ろうとか、あこういう人おんねやとか、シングルだからって一人親だからってこのもう人生がお先真っ暗とかではなくて、こうやって自分で未来を切り開いてる姿を見せてる、僕は皆さんに見せてると同時に息子にその背中を見せてるっていうのが一つあって、こういう発信をしていっています。まあいろんな見せ方とかいろんな動画の作り方っていうのはあって、まあ、うまく伝わらなかったりとか変に解釈されたりとかってすることも多々あるんですけども、一番、まあ、コメントで一番多かったのは、離婚したお前が悪いんやろっていうコメントが一番まともなコメントやなって僕は思います。なぜなら僕がもし結婚もしてなくて独身で、でも親がね、離婚してるんで、多分その状況で自分の動画を見たら多分同じようなコメントするかは分かんないけど、同じように思ってしまうと思う。離婚したお前が悪い、子供がかわいそうっていうのは多分思うと思う。同じ思いをすると思う。だから自分自身も離婚するとは思ってなかったし、こういう生活になるとは思ってなかった。多分みんな、ほとんどの人は多分計画通り人生は回ってますっていう人は多分ほとんどいないと思うけど、それでもやっぱ生きていけないといけないし、そのコメントの言ってる方のことは間違ってないと思います。まあ誹謗中傷してそういう自分の考えをコメントしてくれて、言っちゃ悪いけど、まあ吐いてマイナスな言葉を吐いて、それでなんかすっきりするのか分かんないけど、言ったっていうのを自分に、まあ、攻撃じゃないけど、そう言ってなんかすっきりすんだったら、全然コメントでいっぱい言ってくれて全然大丈夫だけど、うん、まあでもファンの方にとってはちょっと嫌な気分になるのかなと思って、あんまり、うん、まあコメント見ちゃうよね、どういうコメントしてんのかって。あともう一つ多いのが、あの子供を晒すなっていうコメントですね。僕自身も同じように、子供を晒してる、 SNS で晒してる子供ってね、インスタグラムとか特に多いですけど、まあ、可愛い子、天使みたいなすごい写真の撮り方うまい子とかいっぱいいますけど、
でもまあそれとはまたちょっと違うんかなとはね、ジャンル的になんか多分僕は敵というかなんか悪いやつみたいな感じで映るとは思うんですけど、まあ、その見せ方も僕はちょっと間違ってるっていうか見せ方が下手なんだなっていうのはあるんですけどね。生まれた時に僕自身が親バカでもあって、息子が結構可愛いモデルみたいに可愛いって僕は溺愛してました。その時になんかパンパースだったりとかおむつのモデルさんになったらいいのかなと思って応募しようと思ってたんですけど、でもお茶はいはい、お茶入れていきます。置いとくね、早くライブして。何がライブ今 YouTube 撮ってるんです。腫れてきたな。結構可愛いと思うんだよね。そう、芸能事務所とかなんかそういう、まあ、ジャニーズ事務所とかそういうところに入れたいなって思ってたんですけど、そうなると結局誰がそこに連れていくのかとか、まあ、レッスン料とか、まあ、そういうのを調べていくとやっぱり口コミとかあって、で結局レッスン料だけ登録料だけ払って何も生まれなかった。結局お金だけ払ってリターンが何もなかったっていうコメント結構あって、あ、まあ何でもそうだけど、売れる売れないっていうのはやってみないともちろん分かんないけど、その分リスクがあるっていうのがあって、その元妻からそういうのは嫌だって言われてたんです。まあ誰が連れていくの、ね、読んでこれ、あ、後でね、後で読んであげるよそんな悲しい顔しないと、すぐ終わるから。まあ、離婚して、まあ、全部、まあ、いい意味で言ったら自分のやりたい放題、好きな服着させたりとか SNS 発信するのも全部自分の責任でできるなと思った時に、そのまた事務所入れてなんか活動できるかなと思って調べたんですけど、結局もしかしたらリターンがないかもしれない、売れないかもしれないって思ったら、じゃあ、まあ、リスクをあってもリスクを減らせる部分って、もちろん収入がそんなに少ないんでお金の部分を削って、まあ、できるだけタダでできることってなんだろうと思った時に SNS だったんですよね。息子だけ映しててもよかったんですけど、それだとなんか長く続かなかったりとか更新頻度とかいろんなことを考えると、まあ、自分自身この生活っていうのをメインで撮った方が続けやすい。その中で、まあ、息子がねライト光を浴びてこの子可愛いって思ってもらえたりとか、何か共感してくれて探してくれてたらいいかなと思って発信していました。シングルファザーっていうチャンネルなので、自分自身がまあ主人公っていうか、主人公だから子供の顔を晒すなって言われるのは確かに当然だなって思います。他の人、僕以外の人も自分は見るんですけど、同じ気持ちで他の方を批判するつもりはないんですけど、子供だけ映したいとか親の顔を映さない、あるいは親はマスクしてたりモザイクかけたいとか、でも子供の顔はもう全面的に映してるとかっていう方も聞いてて、そういう方を見てて自分の考えは、まあ、売れる売れないっていうのは置いといて、その SNS でのリスクっていうのはやっぱり自分自身もリスクを負わないといけないなって思って、もう顔は全部自分も当たり前ですけど映してますし、一緒にリスクを取るとおかしいですけどね、なんか子供だけ映さないようにしようとは、まあ、それは自分の都合の考えかな。子供の晒すって言われると時々思いますね。動画撮ってていいのかなとか、写真撮ってていいのかなって思いながらも、でも一つの思い出だし、で撮ったらいいけど、でもこれって SNS で流して大丈夫なのかなとか、いろいろ考えたりはします。撮ったけど結局出さなかったもの、あるいは撮ろうと思ったけど結局撮らなかったことってもうめちゃくちゃあって、ほんと一部だけしか世の中に出してない状態ではいます。まあ、ちょっとうまく伝えられないんですけど、まあ、自問自答しながらもやってはいますけど、まあ、今の時代で、ね、顔を晒したいとか本名を晒すっていう考えと息子の未来っていうのは、またネットのデジタル社会っていうのは変わってくるのかなと思ってて、まあ、どうなるかは未来は分からないんですけど、まあ、顔を晒すことが今はリスクかもしれないけど、でも未来はそうじゃないかなって僕は思ってて、それよりもなんか批判してきて、まあ、子供を晒すなって
思われるんだったら逆に応援してもらって、その収入を全部息子の服買ったりとか、あるいは習い事鳴らしたりとか、未来に何かやりたいって言われた時に、まあ、学費だったりとか、そういう風にお金を使いたいなと思ってやってるんで、応援してくれると嬉しいです。まあ、批判するのも応援するのも紙一重だとは僕は思ってるんで、批判してくれてる人も全然僕は全て受け止めます。まあ、どういう動画にこれでいいのかちょっとわからないですけど、まあ、何かあればコメントくれると嬉しいです。ただ、まあ、コメントねちょっともう全部返せなくなってるんで、今返すんやったら、まあ、ハートを押してみましたよみたいなリアクション取って、でまた今日も明日も動画を投稿し続けた方がいいのかなと思って動画を撮りました。まあ、文章にしてもいいんですけど、まあ、こうやって話した方が伝わりやすいのかなと思ってて、まあ、伝わりちょっと僕自身もお話下手なんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。これからも応援してくれると嬉しいです。自分はシングルだからで、自分の夢というか、父親として男としてこれからも頑張って知名度を上げて、16年間パティシエ続けてたお菓子っていうのは世の中に出して広めたいなって思います。その夢をやっぱり皆さんと一緒に叶えたいし、息子にその背中を見せたいなって僕は強く思ってるんで、これからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ絵本読もうか。集まれ全日本ご当地グルメさん、パチ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 。いて前を見てね、はい、あっちに行った方がいいからでしょ。